タレントの妹綾子38が15日自身のインスタグラムを更新。息子2の写真を公開した。春休みで帰省した時の思い出と故郷で撮影した写真をアップ。父親と思われる男性と手をつないで歩く息子の姿など何気ない瞬間を捉えた5枚を披露した。ほっこりとする写真の数々にファンからは、ええ、こんなに大きくなったの？帰省したってことはおじいちゃんかな？ちっちゃい石崎さん、息子ちゃん大きくなりましたね。ちらっと見える目の感じが石崎さんに似てるような気がしますね。こりゃ幸せな時間だわ。お子様ずいぶん大きくなられましたね。お父様喜ばれましたね。何よりの親孝行ですなど様々な声が寄せられている。妹は2019年11月日本テレビ系バラエティ世界の果てまで行ってQのディレクターを務める石崎史郎氏と結婚。22年1月に第一子長男の出産を報告した。